まず質問その1、ひらがなですか？いいえ。まあこれはいいえですよね。うん、ね、いいえですね。質問その2、名前に漢字が入っている。いいえですね。ニックネームは3文字。これニックネームになるのかな？ジョン。ああ。ジョン。であれば3文字、ね。まあはいはいにしましょうか。その4、オレンジ色の髪。オレンジ色の髪。これ誰を想定した質問なんだろうこれ。今こいつは誰を狙ったんだろうね、うん、でも明らかに当てに来てるよね、これはいいえですね、これはいいえですね。何人かのグループ、うんうん、おあ、これはどういう意味やかな。あ、何人かのグループの人っていう、所属している、うん、多分これは、はい、もしくは多分そうに、多分そうかな、はい、うん、その6、音楽に関係している。お鋭いところついてきますね。わからないとぼけるはいですね、これも確率はいですね、ね、ジョン・レノンね。あ、フルネームがアルファベットですか？あ、そうですね、うん、はい。ニックネームにあ、あがつきますか？あ、ひらがなのあですね、一応これは。あ、あ、ジョン、え、それあ、ジョンみたいな、あ、これいいえですね、いいえですね、いいえですね。ラッパー、ラッパー、ラッパーですか？ジョン・レノン、これはいいえですね、まあ、ラップ、はい、ここはいいえですね。顔を公開してますか？どこ行ってんだろう、ね、はい、はいですね。ニコニコ動画に関係する、まあ、関係あるって関係あるしみたいなそれ勝手にあげられてるから、そう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 、そうですよね、関係してないかもしれない。家でいいんじゃないですか。家でですね、うん。男性。はい。ああ、結構困ってますね。ユーチューバー。ああ、全然当てられてないね。ジョンさんだと思ってるのかな。僕か。ああ、ジョン違い。いいえ。いいえ。いるの。日本人。いいえ。いいえ。35歳以上ですか？いつの当時まあ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 、まあ、はいにしましょうか。40歳でね、なくなってますね。イギリス人、おお、あ、やばいよって言いますね。わからない、嘘をつく、嘘は、はいですね、これジョン・レノン、イギリス人ですね。はい、グループ名に伸ばし棒がついてますか？これはもうバレたな、ほぼバレたな。ローリングストーンズ、表情すごいもん、ね、ちょっと分かっちゃったよみたいな、ちょっと余裕になってさっき困ってたもんね、あめんなよみたいなはいでいいんですかね。はい、はいですね、これははいですね。すげえ。ニックネームにんが入る。あー、入る。うわ、もうこの顔見てよ、この顔、おっちゃんもう分かってるよ、質問してるみたいな、もう泳がされてるから、分かってるからですね、うん、はいですね。ふわ、日本人と結婚した。うわ、この顔、うわ、どうやるな、この人突然すごいな、これはいはいですね、分かった途端にね。その20、殺された。いや、言い方失礼だから、嫌なやつ殺されましたね。もう携帯触っちゃってるから、もうダメだよ、この質問はまずいでしょ、これはダメだよ、ね、まあ、はい、いきますね。はい、出ました。思い浮かべてるのはジョン・レノン、おイギリスのミュージシャン、ザ・ビートルズの元メンバー。いいえ、意地を張るな、意地を、この顔、いいえって言った時の顔が見たいね、このちゃんとね怒るかどうか、まあまあ、これどうなるんですかね、これ